総力戦なんてめんどくさい。時間がない。でもやっぱり効率的に素材を集めたい。そんなあなたのためのグレゴリオ国内戦エクストリームオートクリアのやり方を紹介したいと思います。と言ってもグレゴリオのギミックはオートとは相性がすごく悪いので、エクストリームでも困難でした。この編成でもほとんどの生徒には替えが利かず、唯一の例外はヒーラー役のココナです。代わりに小春とかアイドルマリーでも可能ですし、生存できるのならキャンプハレの方がいいです。ただ固有に必要。ひまりの EX でアズサの攻撃力を上げる必要もあるので、キサキとか水着シロコも使えません。弾薬も使えませんし、ほぼご利用しするだけなので、今回は解説はここまでで、あとは映像だけにしておきます。雑で申し訳ありません。信念を胸に刻み、お客様のお見送りを丁寧に全力で前に大丈夫です。興味深いよくできます。最後のその瞬間まで講師支援をこれで出しました。この子ご視聴ありがとうございました。